オルガ・シェプスは、モスクワ生まれの女性ピアニスト。ショパンを弾くオルガ・ピアニストで、ケルン音楽大学の教授でもある父親のイリア・シェプスにピアノを学び、6歳の時にドイツに移る。ケルン音楽、舞踊大学でパベル・ギリロフに指示。12歳の時から演奏活動を行っており、2007年、ルールピアノフェスティバルでデビューして以来、ドイツの著名な音楽祭に招かれ、 ソリストとして、ベルリンフィルハーモニーほか世界有数の会場で、リサイタルを開催。シュトットガルト放送交響楽団、ミュンヘン交響楽団、ロイヤル・スコティッシュ・ナショナル管弦楽団などの、著名オーケストラと共演するほか、室内楽にも、積極的に取り組んでいる。2009年5月のルールピアノフェスティバルでの、リサイタルは、ホノフォーラム氏との協力により録音され、 ピアノフェスティバルルールエディションから発売された。デビュー CD、ショパンは2010年1月にリリースされ、同年10月には、今年の新人として、エコークラシック賞を受賞した。2015年に、オルガシェプスプレイズショパンで、日本デビュー。現在はドイツを中心に活動している。ケルン在住。演奏活動以外では、2011年以来、 アウディおよびショパールのブランド大使を務めている。ありがとうございます。